バグ弱いんだわ。火を強くしたの火力をバックしてる。コツは、コツ、ま、油を全部に引くんですね。俺当たり前だね。あ、昨日僕前の方しか引いてなかったかも。バカか、全部引かない。お前のやつテフロンだもんで、ね、いいんだわ。これ銅鍋だなんで、コーティングが崩れたら一発で合う。わかりました。で、こうやってジャッとやった時、バッとやった時にまだ冷たい状態でやるとくっついちゃうから、やり熱すぎてもダメ。なるほど。冷たすぎてダメ。まだこんなもんぐらい全体にまず巻いて、でこの気泡を取る、気泡を取る、気泡を潰さない、潰していく。僕昨日混ぜてました。だからいいよ、いいよ、いいよ、混ぜていいけど、最初はどうでもいいんだわ。潰して、はい、なるほど。芯を作っていく。昨日この段階で全然ダメでした。でまた油を引く。なるほど。二段目を作る。通して、で一回ここで返して、おお、あ、伸ばすんですね。そこのやり方も全然分かってなかった。伸ばすってふっくらするね。伸ばす、こうやって伸ばす。ああなるほど。でまたこうやって、こう、おお、あともう一回、綺麗だな。で油をまた引く。油を引いて、こうやって、3回目入れて、気泡を取って、でこれぐらいでまず巻いて、うわ、こうやって飛ばして、でこれ潰しながら、はい、また巻く。もう時間は感覚ですか。感覚よ、これ強火だ、全部マックスですね、うん。もっと強くてもいいぐらいだ、これ。本当ですか。俺はね、おっせえもん。イライラするもん。いや、これ本当綺麗だな。イライラするもん。そう。で、ここでこう潰しながらこうやって。これが大事なんですね。もう一回巻いて、伸ばす。伸ばす。焦らず、ゆっくり、ゆっくりというか、ゆっくりやったら焦げるの。そっか、テフロンなのでいいけど、これ銅鍋だと思う。銅鍋だともっと熱伝導がいいから、うんうん、そうそう、すぐ焦げちゃうから。こういうちっちゃい時はどうするんですか。何が、あそこも巻いて、巻いて含めていくんだ。完成かと思いきや、もう一回卵焼きって大変、だし巻き大変。変じゃねえ、全然楽だよ。ここは小さいからだ、フライパンが。おー、でもう一回このパン巻く。この繰り返し。やっぱ銅鍋の方がやりやすいですか。これはね、もういや、もう慣れたらこれだ。テフロンじゃない、あの焼き色が全然違うぞ。あ、全然違うんですね。もっと熱が加わらないから全然、まあ、ここまで来るともうこれはもう1回でいっちゃう、これ。おー、なるほどなるほど。こうで油をまた引いて、でフライパンを常に温めるような感じ。はい、素人までずっと上げとるもんでさ、温度が下がっていっちゃう。なるべくフライパンはちょっと多いなと思えば、もうここで巻いて伸ばす。伸ばす。でこんなもんでもここで置いておく。おお。ありがとうございます。これで OK で、マックスで。マックス。
で止めて、こう持って、こうこうこうやって、はい、こう。ひっくり返す。うわ、いい匂い。うわー、すごい。こう、こう、こう。ありがとうございます。これで OK。だし巻き卵のいい匂いがします。これで OK。で、これをきちんとこう整えて、整えて、で、こう閉じる。これで完成です。これで OK。